みなさん、こんにちは。青文字着物スタイリストのさこまです。本日はですね、先日の着物ポルテで私が購入したものをご紹介したいと思います。先日の着物ポルテ3日間、ご来場くださった皆様ありがとうございました。動画もたくさんの方に見ていただけてとても嬉しいです。会場でもですね、動画見てますとか、おっしゃってくださる方もとっても多くて、すごく嬉しかったです。本当に、そっか、みたいな。そういえば、ね、やっぱり、いつもこう、カメラに向かって私は喋っているので、なかなかこう、見てくださってるリスナーさんの皆様に、お会いする機会っていうのがあんまりね、なかったりとかもするので、直接お話しいただいて、こんな企画どうですかとか、こういう動画撮ってほしいみたいな感じでですね、直接お話しできて、とても、参考にもなったし、嬉しかったです。ね、いろいろいただいたご意見を参考にですね、今後もいろいろ撮影していこうと思うので、よろしくお願いいたします。はい、では着物ポルテでの購入品をご紹介したいと思います。まずはですね、私も今つけているんですけども、椿庵さんの、大好きな椿庵さんの半襟をご紹介いたしますね。何枚買ったでしょうか。はい、正解はじゃーん、1,2,3,4、 はい、4枚買いました。もうね、買いすぎだっていうのは分かってるんですけど、まあつけるしね、このこういうね、考え方でいかがなものかなとは思うんですけども、回数でね、使う回数で考えれば安いと思うんですよ。むしろこの値段でいいのってつい思ってしまうようなですね、もうなんかネジが外れてるんだと思います。そういうね、考え方で買い物をしてしまうので、まあいろいろいっぱい買ってしまったわけなんですが、まあいい買い物をしましたよ。はい、まずこちらですね、椿庵さんの新作半襟、チュールレースアラベスク半襟でございます。これはずっと欲しくて、椿庵さんでこの緑がね入ってるっていうのはあんまり見ないなって思ってて、もしかしたらもあるかもしれないんですけど、あんまりねイメージになかったので、ミドラーとしてはこれはいるだろうと判断いたしまして、購入させていただきました。こちらは会場でもですね、大変人気でして、まあ、カラーも他に、白と、ちょっとベージュピンクみたいなのがありましたね。一番白が人気だったかなと思います。まあ私はこの緑。開けちゃおう。じゃーん。かわいい。ああ、かわいいな。幸せ。こんな感じです。絶対使える、絶対使える、これは。あー、幸せ。はい、こちらアラベスク半襟でした。ありがとうございます。続きまして、こちらは、フロッティープリント半襟でございます。こういった感じのちょっとベロアっぽいね感じのレースの半襟です。まあ前からあることにはあるんですが、ちょっとねゴシックっぽいコーデをするときとかに使ったら絶対可愛いだろうなと思って買いました。こんな感じです。まあ、こっち側を使ってもいいし、反対側のこのお花の方を出してあげても可愛いし、まあね、二度美味しい半襟となっております。美味しい。はい、続きましてこちらです。こちらはオリエンタルリーフ半襟でございます。オリエンタルリーフ、お花だと思ってたの、葉っぱですね。こんな感じのちょっとホコホコしたレースです。これは、まあ、最近ですね、あんまりこう動画では今映ってないんですけど、髪色を赤にしたんですよ。で、赤い髪色と比べてたら、これなんか可愛いなと思って買いました。私にしてはこういうちょっとローズっぽい色っていうのはすごい珍しいんですね。なかなか手を出さない色なんですけども、ちょっとやっぱ髪色が変わったことによって似合うような気がしたので、ちょっと挑戦してみようと思います。はい、次にこちら、もう当てちゃいました。こちらはチュールレースペイズリー半襟です。こんな感じで刺繍のペイズリー柄が可愛いですね。これは今までずっと迷ってたんですよ。でも本当に夢に出てきたんです。これを買わないとダメだと思って買いました、今回は。これを
一番狙ってたかもしれない。これがなぜ夢にも出てきてしまったかというと、えらい使い勝手がいいんですね。使い勝手がいいからやっぱり夢にね出てしまったと思うんですよ。このベージュっていう色がですね、またとってもいい。今着てる着物にももちろんね合うと思うし、いろんなね着物に合うんですよ。まずこの顔からこの半襟にかけての流れがいいっていうか、この肌との馴染みがとってもいいなと思ったので、まあ今までいろんなね方に椿庵さんの商品を合わせてみた中でも一番おすすめした率が高かったっていうのもあって、これはワイもゲットせにゃあかんと思って今回買いました。とても美しゅうございます。ありがとうございます。はい、次にですね、キミトさんでお買い物をしました。じゃじゃーん、こちらの尻尾焼きの帯留めです。可愛くないですか、これ。可愛すぎる、可愛すぎます、これ。可愛い。こちらもですね、新作の帯留めになるんですけども、もうね、本当に好きなんです。こういう感じが、こういう感じが本当に好きなんです。モネとかルノワールとかがすごい好きでして、印象派っていうんですかね、そういう人たちのことっていうか、まあ、その時代かな、うん、そう、そういうぐらいの絵がすごく好きで、でこちらを見た時にハッと思って、もう絶対買うと決めていました。最終日の最後の最後の最後までね残ってくれたので、本当にこれはお迎えしなければと思ってお迎えした帯留めでございます。秋冬はですね、ちょっとこう、なんだろう、冬、秋、秋何度でも言うね秋はちょっとこう爽やかかなと思うので、まあ、エスニックっぽいコーデにしてこれをちょこんとつけようかなと思ってます。冬は逆に黒とかに合わせたらすごいスッキリしてね、爽やかでいいんじゃないのかなと思うし、春は春でこういうブルー系のもの、爽やかなパステル系のお着物とかと合わせたらすごい綺麗かなと思って、今からもうねワクワクしてます。うん、はい、こんな感じです。ムーシュの新作も本当もうなんか恐ろしいぐらい可愛くて、もう本当に欲しくて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 どうしようって思ったんですけども、今回はちょっと見送る形になってしまいました。欲しいものはあったんです、あったんです、とってもあったんです。欲しいものあったんですけども、ちょっと一回、まあ自分落ち着けってことで一回ですね、ちょっとはい落ち着きました。うん、また次の新作をちょっとね楽しみにしつつ、もし残っていたら、あ、じゃあ買おうかなって思ってます。はい、というわけで今回は私の着物ポルテルの購入品を、ご紹介させていただきました。今回遠方からお越しくださった方も多くてですね、とてもびっくりしているんですけども、もしお時間があればぜひまたお越しいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。